H&KAG36 は高低圧理論により作動する単発式の 40mm 敵弾発射機である。主として H&KG36 に装備するよう設計された。開発はドイツのオベルンドルフに所在する兵器製造会社 H&K 社による。a g 3 6は当初アメリカ陸軍が提示した強化敵弾発射機の必要資格に対し、 H&K 社が候補作として出したもので、H&KXM8 及び FN スカー、アサルトライフル用として審査された。AG は、アンバーグロナトワーファーの略。36は、同社製の G36 自動小銃に由来する。この敵弾発射機は、取り外すことができ、ストックをつけたものは、単体で使用できる。また、 LLM01 レーザー光モジュールを取り付けることができる。ラトビア陸軍の G36kV に装備された AG36H&KG36 シリーズを含む多くの最新兵器システムのように AG36 敵弾発射機にもポリマーと高強度アルミニウム合金が広範囲に使用されており、その質量の軽さと耐久性に寄与している。AG36 は プラスチック製の訓練用弾薬、軟質ゴム弾、CS ガス弾とオークルガス弾、白輪弾、高性能流弾を含む、ほぼ全ての 40X46mm 敵弾を発射できる。一旦装着された AG36 は、小銃本体の傾向や操作上の機能、また、射撃の正確さに影響を及ぼさない。AG36 は、ドイツにおけるイズ計画。 未来の不評プログラムの一部に位置付けられている。AG-36 は中折れ式アルミニウム製方針を用いた単発式の敵弾発射機である。アメリカの同種装備品である M203 グレネードランチャーと異なり、AG-36 の装填時には方針が左側面へとスイングアウトされる。これはより全長の長い敵弾の使用、例えばボート鎮圧用のゴム弾。 または照明弾の使用を可能にしている。装着に際しては、小銃のハンドガードを丸ごと AG36 と取り替える。本敵弾発射機には容易な取り扱いのために、手動式の安全レバーとグリップからなるトリガーグループが付けられている。照準は標準的なラダーサイトを用いて行われる。この照準機は敵弾発射機本体の左側にあって、 使用しないときには折りたたまれる。L85A に自動小銃に装着された L123A に、ありがとうございます。